皆さんこんにちは。今回は地下迷宮第2層が実装されて盾のインテグラルシリーズが登場したということで、ちょっと見ていこうかと思います。盾って61層のものが出てから新しいものって今までずっと出てこなかったんですけど、ようやく初期インテっていう感じで盾が出ました。このインテグラル盾っていうのは、この地下迷宮第2層のこのコカトリスっていうボスを倒すことで作ることができるんですけど、これがめちゃくちゃ大変なんですよね。で、まあまずその地下迷宮第2層に行くために、地下迷宮メインクエストっていうのをクリアする必要があって、これメニュークエスト、受注クエストって進むとこういうのが出てくるんですけど、地下迷宮第1層のモンスターを100体何でもいいから倒すと、これがクリア扱いになるんですよ。で、地下迷宮第1層のモンスター100体倒したら、この地下迷宮第1層のこのマップの一番この右下あたりに、この地下迷宮監視官 B1 っていう人がいるんで、これに話しかけると達成になります。で、それでこの人にもう一回話しかけて地下迷宮第2層に移動するっていうのを選択して OK を押すと、地下迷宮第2層に行くことができます。で、まあ地下迷宮第2層のマップはこんな感じで、で、このさっき言った監視官っていう人、地下迷宮第2層にもいるんですけど、この人からなんとサブクエストが受けられます。地下迷宮で敵を倒していくほど進行するサブクエストを受けることができて、まあこれ初回報酬と初回クリア済みの達成報酬は違うんですけど、まあ、繰り返し達成できる、あの階層フィールドでのレベリングの時に使うサブクエストみたいな感じですね。そんな感じでこれ受けてからやっておけば、これコールとか経験値とかもらえるんで、もしやるんだったらこれ受けておいて損はないです。これ地下迷宮第2層のものですけど、これ地下迷宮第1層の監視官 B1 に話しかけてもこれが受けられるんで、まあこれ第1層の方は俺初回クリアしてないんで、まあこんな感じなんですけど、これも繰り返し達成ができるやつですね。で、このインテグラル盾を作るのに必要なこの防護石ってやつですね。インテグラルシリーズっていうところの武装石みたいなもので、これのドロップ率がめちゃくちゃ低いっていうので、みんなめちゃくちゃ文句言ってましたねこのヴェノムコカトリスは HP が15億あるらしいんですけど、これ最大 HP の 1% 以上のダメージを与えると超低確率でドロップって書いてあるんですけど、最大 HP の 1% すなわち HP を100分の1にした値以上のダメージを与えるとドロップするかもしれない、抽選券が得られるって話ですね。で、15億の100分の1って1500万なんで、1500万以上のダメージ与えないとこの防護石っていうのがドロップすることがないらしいんですよ。で、これは最大 HP の 0.1% 以上だから150万ダメージですね。150万以上のダメージを与えるとこの防護石のかけらっていうのがドロップするかもしれないと、その抽選券が得られるみたいな感じですね。または宝箱からですね、宝箱取ってもそのかけらがドロップするかもしれない。で、このかけらっていうのを200個集めてこの防護石っていうのを生産できるっていう話ですね。だからこの生産っていうのがあるから、まあ救済措置はあるとはいえめちゃくちゃ作るのに時間がかかるっていう話ですね。で、まああとこの風格のある岩っていうのも生産素材として必要なんですけど、これは第2層のモンスターから確率でドロップします。これボスを除くって書いてありますね。だから地下迷宮第2層のモブも倒す必要があると。で、まあ生産画面行くとここにありますね、インテグラル盾の名前はフェルマーってやつなんですけど、これが風格のある岩ってやつで、で、これが防護石で、この防護石が、まあ、さっき言ったようにこれですね、防護石のかけら200個とこの風格のある岩ってやつで生産できると。まあ、この地下迷宮のボスのコカトリスってやつは10分ごとに現れるそうなんで、ラグーラビットみたいに、だからこれを倒したらなんか違うサーバー行って倒してまた違うサーバー行ってっていう感じで、なんか多面狩りみたいな、そのラグーラビットの
そういう感じで倒していくっていうのもできるみたいですね。でまあこのインテグラル盾っていうやつの性能についてここ書いてあるんですけど、まあ、ランダムボーナスっていうのがあって、まあそりゃあるよねって話なんですけど、 HP とディフェンスとアタックそれぞれ3種類あって、この全部のうちから3種類が抽選されるということで、これがあの61層のそのセンチュリオンっていう盾とどれくらい性能差があるっていう話なんですけど、まあこれフェルマーのこのお知らせで最大強化時の性能が書いてあったんで、基本性能それとあのセンチュリオン盾を俺実際に購入してちょっと最終進化してみました。でそれで比較すると HP が200、防御が37しか違わなかったです。あとランダムボーナスなんですけど、フェルマーの一番低い値、この HP1500、 ディフェンス30、アタック15っていうこの一番低い値がこのセンチュリオンの最大値と一緒っていう感じなんですけど、さっきこの基本性能の差がこれしかないっていうのを言ったと思うんですけど、あまりにこのフェルマーのボーナスが悪いと下手したらセンチュリオンの方が強いっていうこともあるんですよ。センチュリオンの方が圧倒的に厳選しやすいんですよ、ロストエピック盾だっけ使えるから。だからめちゃくちゃ苦労してフェルマーを作ったとしてもボーナスが悪いとセンチュリオンの方がいいっていうこともありますね。仮にフェルマーにこのアタックボーナス20が3つついたとしても、あの攻撃60しか上がんないんですよ。でセンチュリオンで、まあ、トリプル A3 つマックス15、3つっていうのをつくことはまずないと思うんですけど、なかなか難しいんですけど、仮にそうだったとして45で、まあセンチュリオンのマックス厳選っていうのは難しいと思うから、もうちょっと低いとしてもそんな差はないと思うんですよね、アタックで厳選するときの話ですけど、まあ、防御力は差がつくような気はするんですけど、まあ、D30 3つとこの D40 3つ、フェルマーの D40 3つとで比べてみると最大でも30くらいしか違わない。だから基本性能も含めると67最大で変わるくらいなんですよね、防御力が。だからそれを考えて作るかどうか考えるといいと思うんですけど、まあ地下迷宮第2層でこの初期インテ盾が出たんで、まあ、もし進化が来るなら地下迷宮第3層とかで来るのかなって思うんで、やっぱ誰よりも早く作りたいみたいな、進化したいみたいな人がいると思うんで、そういう人は作った方がいいですね。あとは地下迷宮第2層でなんかやらない方がいいことみたいなのも第1層と結構違ってて、まあ、第1層だととにかくなんかモブ集めて持ってった方がいいみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、ボスがいるときはねどっちにしてもやめた方がいいと思うんですけど、まあ、特にこの階層はやっぱ突属性が弱点なんで、ボスがやっぱ弓で来る人とかいるんで、火事場弓やってる人とかもいて、やっぱモブがいっぱいいると死んじゃったりするんで、あんまりそのボスと戦ってるときにモブ大量に持ってくのはやめた方がいいですね。あとこういう焼きそばバフって言われるやつですね、この自分の攻撃力5秒間 45% とか上がるんですよ。その代わりになんかデメリットで敵に突属性からの火ダメージが 80% 軽減のバフを付与とか、敵に残属性からの火ダメージが 80% 軽減のバフ付与って書いてあるんですけど、これ敵がダメージ受けにくくなってしまうんですよ。これ敵にバフが付与されてしまって突属性攻撃が 80% カットされてしまうんですよね。残属性攻撃が 80% カットされてしまうんですよ。つまり打属性でこっちが攻撃するとき以外は 80% もダメージがカットされてしまうんで、これやるとマジで大変なんで、もし撃ってる人はやめた方がいいと思います。あとはボスと戦ってるときに自分の HP がゼロになって助け起こし状態になると、地下迷宮って助け起こしができないんですよ。パーティー組んでてもできなくて、でもまあ一度でも触れた敵はあのドロップ抽選対象なんで、まあなんかボス倒した直後助け起こし状態になっててもドロップはするらしくて、まあ地下迷宮に一旦帰還した後にもう一度入り直した後にボスが倒れてもまあドロップ抽選対象になるみたいなんですけど、もうちょっとで倒せるっていう時は
その助け起こし状態のまま終わっても、まあ、なんとかなるんで、まあ、死んだまま待つっていうのがもう本当あとちょっとで削れるっていう時ですね、まあ、いいのかもしれないですね。あとはあのボスと戦ってる時にこう宝箱あるじゃないですか。宝箱開けてしまうとたまにあの罠みたいなのが出てきて、で罠になるとそのボスが強化されてしまうらしいんで、あのボスがいる時は宝箱を取るのをやめた方がいいです。まあ、この宝箱ってねすっごい低い確率で、さっき言ったようにその防護石のかけらみたいなやつが出るっていう話だったんで、取りたい気持ちはわかるんですけど、ボスがいるときはやめた方がいいです。でまあこのボスその高いダメージ与えるほどやっぱその抽選確率、ドロップ率か上がるんで、そのタゲとかやる人がほとんどいないんですよね。だからこういうの参加する人は一応これブレイク可能みたいなんで、自分の編成に1枚でもいいから、例えばブレイクゲージ増加量が多いとか、ブレイクしやすいスキル、突属性スキルですね、入れておくと、まあ、いいのかなって思いますね。まあ、そうじゃなくても多分突属性だったらブレイクできるのかな。多分ブレイクゲージは突属性だと思うんで、突風とかあんのかな。まあ、実際ボスに会った時にタップしてみればわかると思うんですけど、ちょうどいますねボス。あ、ブレイク突とか書いてないですね。多分突属性ならブレイクゲージ上がると思います。でブレイクして動けなくなってるところをみんなでその弓とか片手再建とか何かしらで攻撃して一気に削っていくって感じだと思います。でまあ俺これやんない方がいいとかいろいろ言ってるんですけど、ちょっと俺自身すごいなんか先般かましちゃって迷惑かけちゃったなっていうことがあったのでちょっと言おうと思うんですけど、この狭い通路、この狭い通路にあのボスをおびき寄せると、その狭すぎて攻撃が避けられなくてあっという間に弓が死んでしまうんですよね、弓使いが。まあ、だからこういう内側でタゲ取りとか、タゲ取りっていうかみんな内側に誘導するように弓とかその攻撃するのがいいと思います。行ってほしい側に、ボスが行ってほしい側にいて攻撃するっていう感じですね。であと多分これも先般だったと思うんですけど、こういうちょっとさ、ちょっと広い通路あるじゃないですか。このちょっと広めのやつって攻撃避けられるゾーンらしくて、いやちょっとわかんないんですけど、俺最近実はちょっと人付き合いしんどくて本当に VC とかやってないし、あんまり交流とかしてないんで、あの情報めちゃくちゃ詳しいよっていう人とね、その情報交換みたいなのをしてないんでわかんないんですけど、多分ここにおびき寄せた方がいいみたいな時に俺わかんなくて、このモブがいるエリアにあのタゲ取っておびき寄せちゃったことがあるんですけど、こっちのエリアの方が多分ですけど、こういうモブが集まってるところじゃないんで、多分ここモブが湧かないと思うんですよね。こっちはモブ倒してもモブが一定時間経過で湧いたりとかするんですけど、ここならこういうちょっと広い通路だと、まあモブが湧いてこないのかなっていう感じで、多分こっちの方がやりやすいのかな、おびき寄せられるんだったら、だと思います。まあ間違ってたらちょっとコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。あのこれを見ている方もね、一応これ合ってるかどうかわかんないんで、あのコメント欄もね、あの他の人それ間違ってるよとか言ってるかどうかとか確認していただきたいんですけど、まあ、大体そんな感じだと思います。でまあやっぱそのボスに高いダメージ与えられれば与えられるほどいいと思うので、まあ、もしそのサーバーを次々に変更しているなんか多面狩りみたいなやつじゃなければですけど、まあ、ボスが湧く前にそのスイッチを3段階まで貯めておくのをおすすめしますね。そのボスが次出てくるまでモブ狩りすると思うんですけど、まあこのモブからね、そのこの風格のある岩だっけ、これが出るらしいんで、まあ、モブ狩りするのもね全然いいと思うし、まあスイッチ貯めながらやっていくのはいいんじゃないのかなって思います。まあコルインゴとか俺つけたりして、まあ、モブ狩り参加したりしてますね。まあ暇なら例えば指輪作りながらとかインゴット作りながら待ってもいいと思うし、まあ何かしらやることあったらね、やりながらね、覚醒レベル上げとかやりながら待つのもいいのかなってちょっと思いました。
で、まあ、やっぱりその高いダメージ出した方がそのドロップ率上がるから、やっぱスキルリリース使う人もいるかもしれないんで、そういう人もねモブ狩りするとねスキルリリース出てくるのでいいのではないでしょうか。まあ、あとはその少しでも安全に火力出したいっていうのと、まあ、なるべくそのモブとか来たら避けながら火事場読みするけど、まあボスがその狭い通路行かないように配慮しながら避けながら戦うことになるとは思うんですけど、そのボスカオスリコレクション貼ることがあるんで、俺はですけどそのブレイクされた直後とか、まあ、戦闘開始時とかに覚醒してやっちゃいますね。あ、でもカオスリコレクション来てから覚醒してもいいのかな。俺はなんかそのスイッチ3段階溜まったまま死ぬのが、いや、まあスイッチは死んでも消えないけど、まあ、覚醒して3段階当てたいんで、まあ、最初から死ぬ前に撃っちゃうですけど、まあ、なるべくブレイクされた時に、まあ、覚醒とか一気にやって削る感じにしてますね。あとはその地下迷宮第2層ってそのボスを倒すためだけに来てる人が多くて、その地下迷宮のモブみたいなのを倒す人ってあんまりいなかったりするんですよ。まあさっき言ったようにその風格のある岩が欲しくてやる人もいると思うし、まあリリース集めたりとか、まあスイッチ貯めたりとかする人もいると思うんで、まあやってないまではいかないけど、やる人が少なくなってきたらしいんで、まあ効率的にはどうなのかなって話ですよね。もともとその地下一層熟練やるのがいいよって言われてたんで、その熟練やるために来たいみたいな人がいたんですけど、みんな地下二層行っちゃって、一層でやる人があんまりいなくなってきたんですよね。やっぱりそのボス倒すためだけに来てる人はその全体攻撃じゃなくて単体攻撃ばっかりそのスキル編成に入ってたりとか、まあ熟練メインの人がほぼいなくなっちゃったらしくて、熟練やりたいっていう人はなんか野良パーティーとか立ててどんどん人を増やしていくとか、やっぱ個人開催熟練みんなで開けませんかつって個人開催のイベントみたいなのをやるしかないのかなってちょっと思いました。だいたい俺が今分かってることはそれくらいなんですけど、まあ、これ以外にもなんかこれやったら先般だよみたいな、これは間違ってるよとか、もっと他にこういうところ言い忘れてるよ抜けてるよみたいなことがあったら教えなんかコメント欄で教えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。